はい、こんばんは、1週間ぶりの空です。今日の空模様はどうでしょう。12月の13日ですか、12月の13日の金曜日ですね。なんといいですね、ジェイソンとかね、縁の映画で、意味嫌われる縁起の悪いように言われてますけど、なかなかねこの組み合わせ、月火水木金の7分の1、そして13というのはね、約30分の1かける7ですか。でその組み合わせで来るんでしょう。13というのはね素数です。1とねその数以外に約数を持たない、ある意味ものすごく自己主張の強い数字、他に迎合しない数字、そして金曜日は黄金の週末ですよね。なんと幸せなめでたい日なんでしょうと僕は思いますね。おめでたいですね。ゆめ子心の片隅に描いたそんな世界へ浸してくれる。不思議なくらい澄んだ瞳の少女、君はどこからやってきたの。夢子遠い海の底に君の歌が聞こえる。君子、君が笑ったのはおとぎ話の中だった。もしかしたら君は人魚姫のように遠い海の国で育ってきたの。幸せに憧れ、悲しみに恋をして、誰にも知れずに消えてしまうの。夢子遠い海の底に君の歌が聞こえる。夢子、君が笑ったのはおとぎ話の中だった。夢子、いつでも歌を歌っていた。君の瞳は笑っている。君の体は
優しさと寂しさと夢一つ描いて消えてしまった。懐かしい何十年前のね、僕の曲です、ちょっとね歌詞の乗り方というか歌詞自体がもしかしたら間違ってたのかもしれないですけど、でも概ねねこんな感じの歌です。はい、それじゃあですね、今週もね、割と新しい曲を中心にやろうかなと思って、はいるんです。で先週ですね、先週、いくつかね、この曲懐かしいから歌おうかなと思って歌い出したはいいけれども、ワンコーラス、かろうじて歌えたのか歌えてないのかっていうのがね結構多かったんで、今日はね、ちょっと歌詞だけなんですけど調べてきましたからね。先週ちょっと中途半端なこんな感じでしたっけなんていうのをちょっと歌ってみたいと思います。でね、先週はね途中からね、ディズニーリゾートからね、ミッキーさんがねミッキーマウスさんがね、来たんですよ。でもうね、にぎやかというかありがたいというかね、情けないというか、そのミッキーさんがね来ましたけども、恋という、ミキーさんじゃないでしょ、恋というね松山千春さんの歌、これもね、ちょっとやってみ、たいと思います。これはでもちゃんと歌えてたのかな、いいです。このねコンセプト、コンセプトはね、コンセプトって大げさな言い方ですけども、一切のねこの、ギターもそれからボーカルもね、いわゆるエフェクト、リバーブをねかけずに、なんていうんですか、このリビングというかね、ちょっと集まった時に何か弾いてって、何かやろうかな、こんなのどうしてるっていう感じの、そんな雰囲気の、それはライブというかね、室内版キャンプファイヤーというとちょっとまた変な響きになりますけど、そんな感じのねものをやりたいんですよ。で、スティッカムっていうのがね、なんかね先週は途中で落ちちゃって、で復旧するのに随分時間かかったんですよ。で復旧した後もね、また聴いてくださった方結構たくさんいらっしゃって、で途中からね、ここで切れたって、いうのがちょっと分かんない、そのままね録音ずっとしっぱなしなのを後から編集して、で YouTube にねアップしたらなんと2時間50分、冒頭の1曲だけねちょっと収録ミスがあったんで、それでもね2時間40分あったんですよね。2時間40分って聴いてるくださってる方もね、なんかすごいですよね。なんかもしかしたらそのままお休みになられてたんじゃないかと思ったりで、僕はお休みにはなってないですけども、必死でこのねミッキーさんと話ししながら、そんな2時間40分やってました。で声がね枯れるとかそういう意識もなく、好きなんですね、よっぽどね、恋という歌です。
愛することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりは消してゆくわ。あ、消しちゃダメですよ、つけてんですよ。大変失礼しました。もう一回やっていいですか。愛することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけておくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで管を巻いて、洗濯物は机の上に、短い手紙添えておくわ。今度生まれて来るとしたなら、やっぱり女で生まれてみたい。だけど二度とヘマはしない。あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも待ちゃせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。それでも恋は恋。松山千春さんの、ね、恋です。先週あの松山千春さんからね、あのそういえば、高校か中学かの時にね、この日比谷の東京のね日比谷の野外大音楽堂で、なんかいろんなね、
アーティストが出てきてる時に松山千春さんがちょうど季節の中でをねこの歌った頃で、懐かしかったですよっていう話でね、あの突然ちょっとうろ覚えで歌い出して歌えたのかな、なんかうち雰囲気だけはね、雰囲気だけはなんかこう歌えたのかもしれないんですけど、あのまあ あれだけのねこの大きなアーティストですから、歌詞がね当然あったわけです。あったしで、ちょっと原曲キーがねどうなのかって、まあ、大体ね僕あの松山千春さんとかね、小田和正さんとかね、まあ、いわゆるハイトーンのね、声って、まあ、おおむね、まあ、大体こう自分的にこう合ってったりする反面、谷村新司さんだとかね、こう割と低いところのやつもね結構、だからね僕あんまり原曲動かしたりしないんですよ。大体原曲のアーティストが歌ってるのをそのままねこの歌えることが多いもんですから、じゃあねこの季節の中でをねちょっとやってみましょうかね。まあメロディーはね覚えてみるんですけど、うつむきがちにあなたの前を静かに時は流れ聞きづらかったと思いますよ。歌いづらかったし、
というかね、あの明らかにね、この手先のコードとメロディーラインと違ってるのを分かっていつつ、途中でやめてなるもんかという感じでね、やってみたんです。これね、夜音で、ギター一台でね、このまだ髪の毛のね、ある頃、髪の毛のある頃したなんですけど、まあ、大体前線がだん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 年々交代してね、いっちゃいましたけどね、大物になるにつれ、髪の毛がこう影を潜めてきたんですかね、よくわかんないんですけど、まあ、長い髪の毛の頃ですよね、長い夜の頃もそうだったかな。まあ、そうは言ってもね、突然こう歌うとね、まあ、歌ってる方はね懐かしいなっていう気持ちでいっぱいになるのでいいんですけど、やっぱあれですね、少しこう歌い込みっていうかそういうのも必要なのかなってちょっと感じましたね。先週あと小坂明子さんのね、あなたとか歌ったのかな、これもね、なんとなく好きだったんですけど、で、あと、幸子、そう、幸子を歌いましたね。幸子はね、歌えたのかな、一応歌えた気がします。これは結構高かったのかな、これもこのぐらいかな、4カポぐらい、3カポぐらい、4カポぐらい、そんな高かったかな。だいたいイントロとか覚えてないんですよね。まあ、ぶっつけできますか、このね、歌なんていうのはね、このその時のパッションがね一番大事なんじゃないかってこう思うんですけど、幸せを数えたら片手にさえ余る、不幸せ数えたら両手でも足りない、いくら心がきれいでも醜いアヒルのこれは嫌だと泣いた夜さえいつの日か笑い話になるものさ。あっでもいい、笑い方も忘れた時は思い出すまでそばにいるよ、幸せを話したら5分話したら一晩でも足りない、幸子という名は皮肉だと自分に宛てた手紙燃やして窓に額を押し当てて家を出たいとつぶやいた、幸子思い通りに幸子生きてごらん、
旅でもいい。倒れそうに疲れた時は僕の両手に戻ればいいさ。そして心が傷ついたなら泣きながら帰っておいで。僕はお前のそばにいるよ。僕はお前のそばにいるよ。幸子、幸せの子って書く幸子なんですかね。この歌のタイトルはローマ字表記で幸子なんですけどね。まあね、なんかこう先週もお話ししたんですけどね、このね歌詞一つ一つがね技巧を凝らしてないというか、なんていうか、このね幸子という女の方がね、ポツンとこの思うままに心の丈をねふっと覗いて言葉にしたらこうなっちゃうのかなっていうような、ストレートバーター今日最初に噛んだ、今日は噛まずにいこうと思ったんですけどね、まあそういうのあれでしたね、これ良かったですよ、この幸子ね。で、あなたはねちょっとねやめときましょう、これ先週ね聞いてくださってた方は分かんなかったかもしれないですけど、かなりギターをねごまかしてたんですよ。でギターがごまかしてた時はコードが違うもんだから、それに乗っかるメロディーもね明らかに自分でちょっと違うなって思いながら歌ってたんですけどねでもこれはいいかな。雨の物語っていうね原曲キーっていうと、イルカさんって声が低いからこれ原曲キーでもいけるんでしょうかね。まあいや、この歌ってみてね歌ってみましょう。このサビの部分ってどうなるかわかんないですけどね化粧する君のその背中がとっても小さく見えて仕方ないから、僕はまだ君を愛しているんだろう。そんなことふと思いながら、窓の外は雨、雨が降ってる。1ページには胸弾ませて入ってゆく。僕の部屋のドアに書かれていたはずさ。そんなことふと思いながら、窓の外は雨、あの日と同じ。肩を濡らした君がドアの向こうに立って、いたのは窓の外は雨、幾筋ものは
あ、ごめんなさい。窓の外はね、雨が降ってる。幾筋もの雨が君の心の曇り、心の曇り、ガラスに、どうもね、このつかからず間違えずピシッといかないもんですね、うん、雨の物語って、この化粧する君のって、この、ね、出足でね、こうキュンと来ちゃうんですよ。化粧する君のね、その背中がとっても小さく見えてね、うん、なんていうか、なんでって聞かれてもね、うん、僕がちょっとそういうふうにキュッと感じてしまうからね、あのしょうがないんですよ。人それぞれね、あの心の形、感性の形って違うじゃないですか。だからね、今日はね、この懐かしいのをね、結構歌ってますけどね、季節の中にもさっき歌ったかな、あなたはもう今日はやめようって、言ったんですね、うん、じゃあ、ここでね、そう思い出しましたよ、さすらいのね太陽、まあ、ここ3週ばかりさすらいの太陽って、いい歌なんですよって、言ってたんですけど、わかんないんですよ、このね、まあ、コードは大体こう弾きながら、ね、歌う高い方がいいかな。歌詞は分かりましたちょっとね、ホットレモンをね、ホットレモンをちょっと飲ませてください。おいしい、飲みますかどうぞなんて歌詞おもないこと言ってるからねあんまりうん、妙なため作ってると、ミッキーさんがね遊びに来ちゃうとね、困るんでね、この心のね歌っていうのね、さすらいの太陽っていう、かなり昔のね、アニメソングの主題曲で、これね、2人のね声優さんがね、声優さんなのかな、歌ってたんですね。堀江美津子さんがね歌ってるのが、なんか13歳の時に歌ったらしいですよ、あれ。びっくりしました、調べたら。でもね、僕の記憶に残ってるのはね、堀江美津子さんの恋の響きじゃないんですよ。まあ勘違いじゃなければ、主人公のね、名前忘れましたけど、そのさすらいの太陽の主人公の、女の人をね、女の子をやってる声優さんが歌ってたバージョンと途中から変わったのかな、ちょっと分かんないんですけど、2つのバージョンがねなんかありました。YouTube なのかな、ちょっと検索した時にね出てきました。で、まあ調べればもしかしたらあるのかもしれないです、コードとかね、まあなんとかなんだろうっていうか歌は私の友達だから、苦しい時も私の味方、たった一人で寂しいけれど、心の歌をみんなの歌に、みんなの歌が待ちいっぱいに、いつか広がる明日を信じよう。歌はあなたの友達だから、悲しい時もあなたの味方、私とあなたが手を取り合って、
だが空いっぱいにいつか広がる明日を信じよういつか広がる明日を信じよう。コードはね、かなり、適当ってやつですけど、でもまあ、こんな歌、ね、2番まであったんですね、うん、なんかこの間もね、昔の歌ってシンプルですごくいいって言ったけど、もう本当に何て言うんだろう、これはね、シンプルとかそういう問題じゃないですね、なんていうか、なんでしょう、スケベ根性がないっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ僕がねちょっと感じるんですよ。いろんな詩をね書かれる方いるじゃないですか。で、スケベ根性っていうと変なんですけども、こう妙にねその言葉の言い回しや、この言葉でね掴もうとか、なんていうかその歌ってね、歌詞ってね、打算とか計算じゃないと思ってるんですよ僕、うん、なんというか心のね、まあ、叫びとまでは言いませんけども、心のね色合いとかね、まあ、それがね言語っていうものにねこの擬態する形を変えるその過程が非常に難しくて、まあ、その部分でセンスがないとか詩を書けないとかいう方いらっしゃるんでしょうけど、でもねその心の中のモヤモヤ感じたこと、それがね詩なんです。でそれをね言葉にするときに あれこれと言葉を探す必要はないんですよ。こんな風に思ってるんだけど表現する言葉ないかなって、こんな風に思ってるんだけど、それが詩ですよ僕はそう思う。そういう意味で妙にねこの技巧を凝らした、まあ、僕自身がねそんな自分を見つけた時に嫌だなと思ってその詩をポイってしちゃう時があるんですけど、なんというかね、違うんですよね。詩はねいろいろあっていいと思うんです。でそれを感じる方もまた自由だと思うんですよ。で僕も自由に感じてます。音楽はね僕はね誰にもくくられず何にも左右されず、まあ、人様にねおよそ迷惑かけない範囲において本当に自由でわがままでいたいと思ってるんです。曲作りもしっかりです。ですから僕はねなんていうか、まあ、もちろんね口に出して言ったりしないですけど、いい詩だいい詩だって素晴らしいとかねこう絶賛されてる詩とかあるんですけど、でも僕ね感じないものを感じないんですよ。で逆にどこがいいのって言われてもなんかここがねもう反芻されてしまうんだよっていうこともある、人ってね、まあ、もし地球上に70億って大雑把な人口がいるんだとしたら70億の数だけ心があるんですよ。そしてその心は命っていうねものにねこの根ざしているわけなんですけど、だったら感じ方が70億あっていいわけでしょ、そこをね足並み揃える必要はないです。小学校の校歌じゃないんだから、足並み揃えてみんな元気で良い子でいる必要ないんです、だからこそいろんなプロのアーティストもね住み分けができてそれぞれプロとしてやっていけるわけですよ。それぞれのファンが違う、感じ方が違うからこそね、YouTube っていうところはね僕結構ね便利にこの、まあ、覚え書きっていうとちょっとあれなのかもしれないですけど、まあ、例えば最近役に立ったって言ったらね、昔僕がね歌った歌ですっかり忘れちゃって譜面も残してなくて、でどんなんだっけってハーモニカのフレーズどんなんだっけと思って自分が当時ねこのアップしたやつをこうね聞いて、あこういうんだって思ったこともね何曲かあったんですよ。でもちろんアップするってことは原曲がねアップする前の原曲があったんですけど、何しろ僕は整理整頓ができてないので、まあ、外付けのねこの HD の一体どこに入ってるのかねもう分からないですね。もうアップした瞬間からももしかしたら捨てちゃったかもしれないし、まあ、そういう意味でねネット上の自分のこう整理ダンスみたいな感じのところがあってねとってもいいかなって思ってるんですよ。まあ、YouTube というのもねいろいろとこう利用、ね、の仕方がね人それぞれ違うと思うんですよ。まあ、僕は自分がアップするとき以外ほとんどねアクセスしないんであれなんですけど、ちょっとね
他の方から聞いたんですけど、Google がね、まあ、Google 企業ですから当然ね、利益になることを第一に考えるのは当然ですよね、うん、まあ、その観点からいけばね、まあ、広告収入、パートナーシップっていうんですか、まあ、そこで、まあ、クリック回数とそれから実際のね、その契約に立ったものと、まあ、いろんなその計算方法あるんでしょうけど、なんかね、ちょっと詳細は分かんないんで、まあ、詳細知ってる人いるかもしれないですけど、前はね、前っていうか本当の前ですよね、僕がね今年の3月チャンネル作りましたけど、でもその前にね、やっぱ2年か3年ぐらいねチャンネル持ってたんですよ。で、まあ、思うところがあってもう削除しちゃったんですけど、まあ、その削除する前のうちの時はね、もうちょっとクリックしたり覗いたりで、チャンネルが自動再生みたいになっててね、でそうするとそこでも1回でカウントされたりするわけですよ。だからね、こう賑やかなね、このなんて言うんだろう、人の出入りの多いチャンネルだったりね、そこにこう置いて、この作品をね置いてあったりすると、もうあっという間に数千回から数万回いっちゃうんですよね。だけどはっきり聞いてないですよね、うん、実は僕もね聞いてないんです。まあ、こんなこと言っちゃうんですけど、一生懸命ね真面目にこう聞いて、うーんって聞いて、でかつてコメント頑張った時期があったんですけど、まともに聞いてたら2回3回聞いて、で1つのコメントするのに15分かかりますよ僕。ましてね、途中で消えちゃったりするとね、あれと同じこと書くのも書けないやって、理屈っぽいこと書いちゃうんですよ、つい。あ、このギターの音色いいけど、なんかここのなんとかがどうたらこうたらとかね、思ったこと書いちゃうんですよね。あれはね、いいんですよ、ネットなんだから、リアルな自分と違う自分を演出してね、いいところなんですよ、僕はそう思う。そう思うけれども、まあ、中にはね、リンクしちゃうんですよね、リアルな自分とリンクしてしまって理屈っぽくなってしまって、で疲れちゃうんですよ。コメントが疲れちゃうっていうんじゃなくて、そういうなんて言うんだろう、いただいたコメントももちろん嬉しいし、まあ、レスもね、本当に、ちょっと語弊あるかもしれないですけど、嬉しいですって思うんですけど、でも嬉しいですじゃあれだから、じゃあ何か書くのって書くじゃないですか。でそこのね時間って、シャラサラサラサラっとこう書けちゃう人もね、いればね、膨大な時間がかかって、あげく書いてる最中にね、なんかこう消えちゃったりとかして、まあ明日でいいやと思ってるうちにね、前のねチャンネルの時たくさんのコメントいただいたりして、それがね本当にありがたい反面、なんて一人一人向き合って書いたらいいんだろうって、こう真面目に考えちゃってね、なんていうか、まあ皆さん真面目に考えてるんでしょうけど、僕はねちょっと向いてないと思ったんですね。あ、もういいや明日でって言ってギターに引っ張り出してギター弾いちゃうんです。まあ時間がある時ですけど ね、 だからまあね基本的にね時間があってもね、ああいうこう文字のコミュニケーションっていうのがね、まあ、好きな方はねすごく楽しいツールだと思いますよ。で逆に言うと僕みたいな人も結構たくさんいてね、まあライブが好きでね、なんか置き場所でなんか置いてる、であとほったらかしっていう人結構いてね、でたまたまそういうの人、要するに音質がどうのとかね、そういう問題じゃないんですよ。ビデオで撮ったやつアップしたりねしてる方いますから。でその音質うんぬんじゃなくて、もしその会場にいたならばどう聞こえただろうっていう聞き方をすると、あ、これいいじゃないって、しかもライブでしょ、でどっかのね、どこかしこの間違いなんかね、もう何するものぞですよ。このアレンジいいな、あ、この人のボーカルいい、あ、このコーラスいい、あ、ここ緊張してんだろうな、あ、このギターのフレーズいいなって思って、で、それでありがとうございましたって心の中で手を合わせて去っていくんです。だけどね時々、なんか、あ、これ僕もね、本当にこだわって